モジラコンポーザーはウ i z ーウ w i g h t m l エディタである。単にコンポーザーと呼ばれることもある。モジラアプリケーションスイートに含まれるコンポーネントの一つとして提供される。モジラファンデーションによりオープンソースで開発されており、その仕様は Web 標準とみなされる W3C などで決められた勧告や企画にできる限り準拠したものとなっている。冒頭で触れた通り、 モジラコンポーザーは WizzyWigHTML エディタに属する。従ってユーザーは HTML 作成についての専門的な知識がなくても自由に Web ページの作成を行うことができる。HTML エディタの中にはユーザーが望まないタグや情報を強制的に挿入するものが多数存在するのに対してこのコンポーザーはより一層 Web 標準である。 W3C に沿った編集をできる。これは HTML ソースを比較することで容易に知ることができる。なお、一般的なテキストエディタのように HTML タグを用いた編集も編集モードの切り替えによって対応可能となっている。このコンポーザーはもともとモジュラーアプリケーションスイートに同梱される形で開発とリリースが行われてきた。したがって、 コンポーザーの歴史については、モジラスイートの項目も参照のこと。しかし2006年4月、モジラファンデーションによる公式なメンテナンスが終了し、モジラファンデーションはそれ以降、モジラ Firefox、モジラサンダーバードの開発にだけ関わるようになった。Firefox は、ブラウザ単独の機能だけを提供しており、HTML を編集する機能はない。コンポーザーはこれを機に、 かつて、モジラスイートに同梱されたように、今度は、コミュニティベースのプロジェクトによる、成果物であるシーモンキーに同梱されて配布が行われるようになった。開発がシーモンキーに引き継がれてからも、バグ修正をはじめ、リターンキーを謳歌するだけで簡単に、パラグラフ挿入を可能とする新機能の追加などの取り組みが行われてきている。コンポーザーは、2006年12月18日に、 リリースされたシーモンキー1.07に同梱され、その後2007年1月18日リリースのシーモンキー1.1に同梱された。かつてモジラコンポーザーと呼ばれていたが、以上の経過から今後より正確にはシーモンキーコンポーザーと称されることになった。なお、デビアン GNU Linux 4.0へは ICEP コンポーザーに名称変更して同梱されている。 実際の使用方法に関する詳細については外部リンク参照。ありがとうございます。